すきヤすきやは、全商ホールディングス傘下のすきヤ本部が運営する牛丼チェーン店。47都道府県、日本国内店舗数最多の合計1956店舗、2017年9月現在、を展開している。店舗の看板には、屋号とともに、牛丼とカレーの文字が使われており、牛丼とカレーが主力商品となっている。 中国やタイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、台湾、ブラジル、メキシコなど、海外出展も行われている。1982年、昭和57年7月に開店した、弁当店、ランチボックス生麦店をルーツとして、同年11月に、神奈川県横浜市に、牛丼業態の1号店、すきや生麦駅前店を開店した。すきやの名前は、 複数の由来があり、皆様に好きになっていただきたいという願いを込めた、好き家から取ったという説と、すき焼きが由来の一つであり、実際に創業初期の1983年には、すき焼きリナーセットといったメニューも扱っていたという。現在、スキーを運営する株式会社、すき屋本部は、2011年10月に、同年9月まで、スキーを運営していた株式会社、全称。 初代、現、株式会社、全商ホールディングスから、会社分割により、事業主会社として設立された企業で、全店舗が、月屋本部の関連会社である、地域市会社の直営であり、フランチャイズは、一切ない。創業者で、全商ホールディングス社長の小川健太郎は、牛丼経営吉野家に1978年、昭和53年から1982年、 昭和57年まで在籍していたが、近年まで公式にはそのような話はないと否定してきた。駅前や繁華街の小スペースに店を構える従来の牛丼店に比べると自動車での利用客を想定した郊外の幹線道路沿いなどに立地する郊外型店舗を展開の主軸としている。また、カウンター席だけでなくテーブル席を設けるなど、 従来の個人客を中心にしたスタンダードな牛丼店のスタイルに比べファミリーレストランのような家族連れの客を想定した形態になっている。2000年代以降はドライブスルーの設置やショッピングセンターのフードコート内への出店に積極的である。最大の特徴は牛丼の上に各種トッピングが可能な点であり、さらにカレーライスや各種丼物などが存在するなど、 多くのメニューを取り揃えている詳細はメニューの節を参照。丼ぶりぶりの中底にはローマ字で横浜と書かれている。看板に掲げられている牛丼、カレーを中心として丼物にて構成された各種トッピング可能な単品メニュー、それらとサイドメニューとの組み合わせで構成されたセットメニューを展開している。特徴となっているトッピングはキムチ、 三種のチーズ、わさび甘かけ、ネ、ね、ギ玉、辛口ダレ、マヨネーズ等豊富で、どの商品にも自由に組み合わせ、グッとしてのせる、または別皿が可能。中でも、キムチと牛丼を組み合わせた、キムチ牛丼は、スキヤのロングセラー商品となっている。量が多種にわたっているメニューもあり、例として牛丼は、プチ、2011年8月11日で、レギュラー終了。 特技工術、ミニ、波製、中製、大盛り、特盛り、メガキング、店内期間限定メニュー、特技工術の8サイズ、牛皿は、波ミ製、1.5倍、2倍、3倍、4倍、5倍、一部店舗、の5サイズとなっている。メガ牛丼は、特盛りで、物足りないという客からの強い要望で、2007年10月16日から、提供開始。牛丼、豚丼にて、 ご飯の量が大盛りと同等で、具が波盛りの3倍の量が盛り付けられる。丼茶碗は特盛り用を使用。2008年1月14日にはカレールーが波盛りの2倍のメガカレーも登場した。メガメニューにもトッピング可能。裏メニューとして現在はレギュラー公式メニューとして記載されていない、キング、ご飯が波の2.5倍、具は 波の六倍はマニュアルを定めて対応可能としているため特殊なオーダーとして注文可能である。その他、海鮮中華丼などの丼物、トンシル、鮭、納豆、牛皿などの各種定食、それらの単品類など、サラダ、味噌汁、トンシル、おしんこ他多数や、それらを組み合わせたセットが揃っている。一部の店舗では、店舗限定メニュー、子供用メニュー、 各種ドリンクビールフロート、各種デザートも扱っている。持ち帰りについて、牛丼やカレーやマグロたたき丼などメニューは可能。テイクアウト商品は一部店舗にてインターネット予約が可能で、梅雨だく、梅雨なしなども選択ができる。また、一部店舗にてテイクアウトのサラダセット、サラダと味噌汁のセットを注文すことができる。地方店舗限定メニューも存在し、 状況によっては、期間限定、レギュラー化にて、全国販売となるケースがあり、例として、高菜麺イ米ヨ牛丼、豚丼やタコライス丼などが挙げられる。過去、1990年代後半頃から2000年代前半頃まで、一部店舗、期間、春先頃、時間帯限定で、チャレンジセットと称される、牛皿 1kg、ご飯 600g、卵2個、味噌汁、 お進行セットにしたメニューを20分以内で食べきれば、無料、食べ残した場合2000円支払うというスタイルのチャレンジメニューがあった。2004年2月5日、狂牛病発生によるアメリカ産牛肉の輸入禁止措置によりすきやも、一旦牛丼の販売を中止するが、同年9月17日、オーストラリア産牛肉の使用に切り替えることで、大手牛丼チェーン中ではいち早く販売を再開した。 そのため、オーストラリア産牛肉の肉質に合わせた味付けに変えた。その後の2006年7月、日本でアメリカ産牛肉の輸入再開が決定した。その他の牛丼チェーン店やスーパーマーケットなど、牛肉を扱う大手企業の多くが、アメリカ産牛肉の早期の使用再開を控える、しているが、スキアも同様に、調べれば調べるほど安全性が担保されていない。 我が社の基準で安全性が確認されない限り、米国産には戻せないとのコメントを出し、現状通り、オーストラリア産牛肉を使用するとしている。同じ伝承グループのチェーン店中腕も同様である。牛丼大手の吉野家が、米国産牛肉の使用を再開するとしているのに、対し、スキヤは、率直に言ってやってほしくない、後で、悪い結果が出たら、責任を取れるのかと批判していた。 しかし、2010年12月にはスキアを経営する、全商もグループ店の焼肉店など数十店で、アメリカ産牛肉の使用を再開した。入り口近くのレジにて代金を支払う、小払い方式。2014年に山手線、中央線京浜東北線沿線地域の、スキア84店舗に交通系電子マネー、スイカを先行導入したのをはじめとして、 各種電子マネーの導入を進めている。2015年1月から、三井住友カードとの提携により、交通系電子マネー、スイカパザム OK イーターカとかマナコアイコカシュゴカニモカ、早か健と ID、楽天エディを順次導入し、2015年3月24日から、JCB との提携により、全国の店舗でクイスプの取扱いを開始した。2016年からは、 全商グループ独自のプリペイド式電子マネー空間の取扱いを死した。2017年9月から一部店舗でアリペの取扱いを開始した。ただし、これらの各種電子マネーが利用できない店舗もある。クレジットカードが利用可能な店舗もある。どの店舗が利用可能かは公式ホームページの店舗検索で調べられる。イオン系テナント内のスキヤではワオンも 利用可能。現在過去、2011年11月から12月まで、スきヤ提供のドラマ、僕が彼女を好きになった理由と、私が彼を好きになった理由が、関西テレビで放送された。放送日時、時間は、僕バージョンが11月6日から12月25日までの、日曜11時45分 -11、50。 私バージョンが11月7日から12月26日までの月曜21時54分 -22.00。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。